FIFA 20連盟で監督キラーモードの続きやっていこうと思います。今日はレアルベティスとセビージャとの2試合やっていこうと思います。前回ね、香川選手を補強して、まあ、うちはかなり大きな戦力アップになったと思うので、しっかり今日の2試合もね、勝ちたいですね。まあ、相手がね、昨シーズンちょうど僕らより1個上2個上の EL 圏内争ったチームとの対決なので、本当にまあこういう早い段階でそういう強いチームと戦って倒して、まあ、2連勝して開幕含めた3連勝ですねして、8月を終えていい形でまた9月以降も戦っていけるようないい試合をねしたいなと思います。それではやっていきましょう。ではベティス戦、こちらのスタメンでやっていこうと思います。今日は 3-4-2-1 を使ってやっていきます。で、今日トップは、まあ、前回か前々回の動画で言ったかもしれないんですけど、公式戦でドゥアメナを試したいなと思ったので、今日は先発起用させてます。で、フランシス・ペドラサは引き続き今日もウィングバックで先発です。まあ、そんなに変更ではないかな。で、香川選手がね、ベンチしていますということでやっていきましょう。さあ、ベティスのスタメンです。 4-2-3-1、 クルザワ、ロセルソはトッテナムにはレンタルで行ってたので、まあ、フィフは買い取るオプションないから、帰ってきたのか。買い取るオプション欲しいね。さあ、またドゥアメナに無理だった、無理しすぎたな今。いや、ポデンスがね、綺麗えぐいよね。ポデンスもね、獲得候補だったんだけどな、ベティス行っちゃったからな。さあ、ペドラサ、いっぱい、またよし。さあ、この間入ってこ、バルディ、サイモン、もう中入ってって自分でサイモン、うわー惜しい。あれ、フランシスめっちゃこの位置まで来てるけど、うわー、ネデルチャム、ナイス。ただ拾えない、フランシスナイス、ただ拾えない。よかった、でもサイド流してくれて。1枚、これほんとこのシュート怖いんだね。あれ、メッシとかもうディバラとかにやられたらもう無理よね、無理なんだよ。さあ、フランシスか、サイモン、ここディフェンスも中入ってきたい。もう一歩、あー、ポジション負けとるやん。あ、もちろんポジションがね、ポジションゲームではないんで、サッカーは。あれ、前に入られちゃったし、めっちゃ縦に速いチームだな、うち。おいし、サイモン、バルディ、バルディ、よっしゃー、2試合連発じゃん、バルディ、ナイスシュー。縦に急ぎすぎちゃったかなっていう感じはあったけど、まあ、でも結果はゴールにつながったから、よかったよかった。ナイスシュー。でもうちのエースだよね、バルディは。今10番だよね、本当に。おい、あ、まずい。いや、追いつかれたくない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 。おい、ナイス、ナイス。危ねえ。こんな、早々と追いつかれたくはないよ。相手よく。よくセーブしたの見えなかっただろうけど、ショートコーナー、うわ、それ決める、ライネスに決められた、最悪。ああ、落ちた。まあ、同点か、まあ、先制しちゃっての追いつかれてだから、ちょっと悔しさはあるんですけど、
まあ、いい戦いができていると思うので、しっかり後半勝ち越せるように。ドアメナーの評価はどうすればいいんだろう。まあ、とりあえずセビージャ戦も起用してかな。もちろん目に見えるなんかね、結果とかを残してくれたら分かりやすいんですけど。さあ、クロス。でもドアメナがいるおかげで、やっぱ身長高い選手いるから、クロスからの得点も増えてくれるといいんですけどね。ほい。さあ、カンパーニャ。カンパーニャ狙っていく。よっしゃー決まった。うわ、カンパーニャ決めてくる。いや、なんで打ったんだよってなるけど。いやー、決めてきますね、カンパーニャ。いい感じでバレで引きつけてね、スペース空いてたから。いやー、ナイス。めっちゃフランシスここまで来んだよな。なんでだ。あ、これドアメナ、ドアメナ。よし、またまた、いや、また決めたかったよね今。よし、やっぱりカウンターバルディ、サイモン、もう一回バルディ、バルディ、おい、サイモン、おい、やべえぞ、オッサイでしょそれ、ベゾ、ベゾいなかったらって入ってるじゃんこれ、何しとん。だフランシスがすごいここまで来るんだよな。あ、やばい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 。危ねえ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 。さあ、73分ネデルチェール下げて香川投入で 4-3-3 に変更して、香川選手左のウィングに入れたんですけど、まあ、若干中央寄りにしてますね。まあ、イメージは守備陣2トップのなんか一角みたいな感じで、トップ下に近いですね役割は。ほっ、まあ、これであれペドラサかと思ったけど、あれもいいよ。来た香川、いやーいやー、またから香川来た。うわ、やばい、これは激アツすぎる。うわー、やばい、これマタがいたらもう最高だったけどね。やっぱ決めてくんだよな、ドルトムントの時からずっと。ちょ、セレッソの時は分からない、ただ移籍してすぐ決めてくんで、結果残してくんで、どのカテゴリー行っても、カテゴリークラブ行っても。素晴らしい、突き放すゴールを決めてくれた。うん、守備陣やっぱ442で、香川ドゥアメナで、サイモンが落ちてくる感じね。でマタが左に行く感じで、OK、
83分選手交代、ドゥアメナ下げてレオン投入。いやもう残り6分、まあロスタイム含めて10分ぐらい。ナイス。さあカウンターと見せかけてペドロサ、上がりを待って香川、おいドッペルバックかと思いきや、ここはキーパーのセーブ、惜しかったな。さあ87分バルディ下げてメレロ投入、まあイエローもらってるってのもあるし、ここで変えました。さあショートコーナー、ここ引き出たとこ、新実家川、おい、いやもう終わる。よっしゃー、3対1、2連勝、開幕から。そして香川選手決めました。バルトラ香川、再び。はい、ベティス戦3対1で勝利しました。そして香川選手デビューして即ゴールということで、まあ、試合内容はね、ちょっとまだ完全ではないんですけど、でも本当に結果もしっかり残せて、いい形で終われたのかなとは思います。次またセビジャ戦があるのでタフな試合なんですけど、開幕から3連勝できるようにできればなと思います。ではセビジャ戦、こちらのスタメンでやっていこうと思います。今日4-3-3でやっていこうと思います。で今日香川選手スタメン起用で左のウィングに入れてるんですけど、ちょっとまあベティス戦でも言ったんですけど、ちょっと中めにして、で一応指示でディフェンスサポート、あ、違う、サイモンだ。サイモンにディフェンスに戻るってやってるので、多分守備時に、こう、4-4に、カンパーニャ、バルディが2ボランチで、右サイモン、左マタっていう感じの、フラットな4-4-2になると思うんで、守備時に。で攻撃時は、まあ、4-3-3って感じで、まあ、守備時は4-3-3だったので、ちょっと、香川選手も加えて、まあ、中盤枚数増やして、ビルドアップしてってっていう形で、で、フランシスとクラークが、まあ、サイド上がって、サイドのスペース、まあ、広げてっていう感じでやっていければいいのかなと思います。さあセビージャのスタメン4-3-3、まあ、セビージャも開幕2戦で1勝1敗でセビージャもなのか分かんないですけど、あのベティス同様バルサに負けてて、まあ、なので、まあ、調子は悪くないチームであると思うので、気を引き締めながら開幕3連勝っていうところだけを見据えてやっていきたいなと思います。さあクラークはクロス、なんかちょうどよくそのセンターバックの上を越してその奥にいるフォワード、まあ、ドゥアメナにうまいことねピンポイントでクロスっていうのがやっぱり理想。バルディからサイドフランシス、カンパーニャ、これサイモンギリオフサイない、よしチャンス、マイナスカンパーニャ、体勢きつかったか。カンパーニャもね昨シーズンじゃない前節はいいミドルシュート決めたので、今日もどうですかっていうところだったんですけど、おい、やべぞー、ナイスと思ったけど、いやそうなるよね、そうなるよね、危ね危ね、ナイス気合いてる、そうなって止めてくれた、いやーよかった、ナイス空いてる。
いや、カバー入って取れなかったら、まあ、ああなるよねっていうところで、まあ、致命的なことをしてしまったんですけれども。落として。よし、さあクラーク上がってきた。ガガ、いや、いいターン。ダメな、ワンツー、これを取りたい。よしよしよし、うん、いやー、いい攻撃だったけどね。でも、うん、ここで前半終了、スコアレス。拮抗してたね、かなり。この可変いいな、結構まあシンプルな可変だけど、433の442の可変いいな。でも可変いいな、ブレるしね、なんかクラスターブレる、サッカークラスターブレるからいいな。さあクラーク、さあファーサイド、ちょっと遅かった遅かった。ただ今日クラークを起用している理由はスタミナがあるから。香川が中央行く分ね、サイドのところはサイドバックはケアしないといけないから。香川、ああ、よし、さあクラーク、香川、ダメな、キープして、またまた、うわー、これ1点勝負かな、そんな展開な気がすると思ったけど、やっぱそういう展開かな。プネー一人セビージャの選手が、サイドに追える、サイドに追える、 OK。 でもずっと倒れてる、ダメか、いや申し訳ない、なんか申し訳ないってこういう時に言うの、なんかサイコパス感って嫌だな。恋ではない。あ、まだ見たいな。おお、これでやっちゃっていいの？全然なんかそんな感じじゃなかったよね。また香川、弱いパス、おい、 OK、 サイモン、いや、いいよ、ダメな、切り返して、いや、ドゥアメナ決めた。結果残した、うわぁ、残留だな、ドアメナ補強いらないか。まあやっぱ無理にね、お金使う必要もないしさ、それね、ドアメナが結果をちゃんと出してくれるなら。おい、ダメな、いや、危ない危ない危ない、カンパーニャ、ダメな、いや、来た、いや、よっしゃ、 1-0、 3連勝、よかった。はい、セビージャ戦なんとか1対0で勝利することができました。そして開幕から3連勝達成、やった。まあね、ちょっと危ないところも
あったんですけど、まあでもなんか香川選手入ったことによって新しいその433の可変で442守備陣とかそういうのができるようになったっていうところで、まあアトレチコレアルバルサ相手にこれができるかちょっと分かんないですけど、まあでもそれ以外の時になったら結構機能する戦い方なんじゃないかなと思ったので、引き続きちょっと試したいですね。でドアメに関してもね、点を取って、まあ、決勝点上げて残留決まりですね。なので、まあ、レオン、ロジェールにいいオファーが、まあ、ドアメナムカにいいオファーが来ない限りは、もうこのまま行くと思うので、まあ、9月以降も、もしかしたら電撃補強とかあるかもしれないんですけど、まあ、このまま行きたいなと思うので、9月以降もぜひね、また楽しみにしてもらえたらなと思います。それでは、今日はこれで終わりたいなと思います。ありがとうございました。